どんぐり FM。 どうも夏目くです。どうもなるみです。いやー、僕たちどんぐり FM はお便りこの Google フォームからね送ってくださるのがあるんですが、それ以外にもハッシュタグがあります。はい、そのハッシュタグをねいっぱい読んでいきたいなと思うんですが、その前に僕最近なんか耳になんかあって耳に、うん、でなんか耳にあるなと思ってこうね触っててポロリンってやったら、うん、そうしたら耳からクラブハウス出てきました。どういうこと？さてちょっと待って、怖いんだけどはい、耳からクラブハウスが出てきたところで全然まとめた分かんなくて怖いわじゃあちょっとハッシュタグに寄せられたコメントを読んでみましょうか。うん、はい、いつか読んでみて。どうぞどうぞ。かえかわさん、はい、ありがとうございます。やっとどんぐりリスナーですと言えるくらいは聞けたかな。通勤時間に、家事のお供に、風呂のリラックスタイムに、どんぐりが日常に溶け込んでる幸せよと書いてくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、身近などんぐりリスナーをあぶり出すべく、こっそりと iPhone にステッカーを貼っておきたいともツイートされてるんで、よかったらねステッカー送りますので。もう貼ってんじゃないの？貼ってんの？持ってんのか？なかったら貼っておきたい。ああ、どうとも言えますね。もしなかったら言ってください、うん、あの、はい、そうしたら例えば歌舞伎町の看板の下とか、うん、あのすってなんかねコインロッカーとかでね受け渡したいですね。ね、うん、するので、あとはどっかにあれかな、貼っちゃダメでしょ。そうかそうか、あれは封筒に入れて山手線の網棚に置いとくとか。お、かっこいい、うん、やりたいデスノードみたいそういう感じでじゃあ受け出しますので、うん、ほい。ジャッキー・チェンの水拳2の上映後、映画館から出てくる男子の何人かの足元はふらついていたという、夏目くさんもきっとそうつって、春樹構文が楽しすぎて何度も聞いてしまうって言って、あれですね、やれやれの時の、はいはいいや本当そういうことだよね、あれね。確かにジャッキー・チェン違うでしょ、あの上映から出てくる男子はふらついてたっていうか、その日の夜でしょ、その日の夜、あの絶対お酒飲んだらこうやってやるでしょであれでしょ、あの椅子取っていいよって椅子パッて取ってもまだ座ってるのやるでしょ。はいはいはい、やるやるやるお前に食わせるタンメンはねえってやるんでしょ懐かしいなそれあの人いる？まだあの人はちょっと触れられない感じになってしまったので。そうなんだ。なんか多分ね変なこと言って怒られちゃったんですよ。あ、そう。うん、生活保護が多分どうしたとか、多分そういう系だと思います。なるほどね。言ったのか悪いことしてたのか。はい、あ、僕これ言いたい。うん、マミパフさん、雑談聞いているより編集されたコンテンツ聞いてる方が自分に合ってるなと改めて思ったのでポッドキャスト復活したと。リビルド IT トレンド X、 ボイニッチ科学ショーなど陰キャ感あるチャンネルが好きです。どんぐり FM が何気に更新楽しみって、これあのあれですね、ハッシュタグじゃないけどエゴさして見つけちゃってるんですけど、うんうん、僕これいやその通りだなと思って、あのねクラブハウスの編集されてないまとまりのない遅いの聞けないわ。はいはい、そうだね、うん、うん、ある程度編集してパッケージ化された方が、いや聞きやすい、ほんと聞きやすい、聞きやすいわな、それはな、うん、うん、あと無音の部分がこうたくさん無駄にあったりとか、うん、何にもテーマ決まってなかったりして、結構クラブハウスで耳はパカッて開いたけどなんか違う、もっと音声ないのっつって。クラブハウスをね 1.5 倍速2倍速できればいいんだけどねリアルタイムだからねできないわけでね、うん、なんか他気になるのあります？はい、ですね、ペプシさんのツイートで、うん、アフロ田中の9割くらない中に1割ほろっとくる要素のある感じがたまらない、泣けるって笑えるの意外と近くにあると気づかされる、うんうん、そしてアフロ田中の面白さを教えてくれたのもどんぐり FM だったなと言ってくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。アフロ田中ね、そうなんですよ、めちゃめちゃ面白いんですよで9割ほんと下ネタとかの話なのに1割で笑わせてくるんですよね。こち亀近いかもしれないね。こち亀はさ9割くらないけどたまにさ1割りょうさんいいことするんじゃん。そうですね、そうですね、あれが結構グッとくるじゃん。うん、それ近いのかなアフロ田中も。うんうん、2月の7日、まゆみんさん、どんぐり FM のせいでここ数日の間に突然私が水道水急進派になったため水道水を飲まされている娘と夫不憫と思ったけど文句言わずに水道水普通に飲んでるのでこれもエコでサステナブルなライフスタイルだなって。はい、水道水ハマってる回ありましたね。僕はちなみに今現在ここにボトルがあるんですが、うん、このボトルの中身は水道水ですなんかおしゃれなボトル入れてんじゃん。うん、
水道水あのキャンドゥキャンドゥ100人これが500入るんで、うん、水道水を500バーって入れて飲んでなくなったらバーって入れるだけなんかよくイタリアンとかフレンチの店もさ、うん、透明のワインボトルにさ水入れて注いですんじゃん、はい、あれただの水絶対水道水なんだよね。そう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 、だからさ、いい手元にさ透明のワインボトル置いといてそこに水道水入れると、あーめっちゃいいですね、飲める気がするのよ、はいはい、ワインボトルとか高くて細いからな、引っ掛けやすそうで、引っ掛けたらもうマッシュがもう M1M1 って、ね、M1 ってなるな。そういう風に泣くのマックなる泣く、あ昔のは違いますよ、 M1 マックだけ、うん、あそうなんだ、そうそう水かけると、そうそうM1 って、いや知らなかったな。そうそう、いやでもね僕はこの水道水いいですよ。あのびっくりしたのが、僕ね1週間で資源ごみの時にだいたい2袋ぐらいペットボトル捨ててたんですよ。あのでっかい袋で45リットルを。すごいねそれ。もうちょっとか、だって僕だって1日5本とか8本とか飲んでたんで、うん、それが今や ほぼゼロです。いやー水道水素晴らしいな。ちょっと僕ペットボトルで飲む人とか信じられない、あのエコに生きないと。うん、なんかさ SDGs とかいうやつ普通にペットボトルで水飲んでそうだもんねすげえ悪口になってる、悪口になってるさて続きまして、はい、吉田すだちさんという方なんですけど、ほい、この前どんぐりえへむでなるみさんがおすすめしていたプロテイン買ってみた。ブルーベリー味をチョイス、パッケージがおしゃれ。これはですね、ちょうど水道水をなすめさんを勧めて僕がプロテインを勧めた回で、さっきのまゆみんさんはね水道水の方にハマったんだけど、この吉田すだちさんという方はプロテインの方を買ったと。ありがとうございますありがとうございます。いやこれで聞いて買ってくれるってなんか嬉しいですね。いや嬉しいですよね。あとね、うん、福岡拓也さんという方が、うん、毎回楽しみにしているどんぐり FM、 さっきこの回を聞いてモンタージュ10巻分を購入、読むの楽しみって言ってますしね。結構ね、なんだろう、試してくれるって人が多くて嬉しいですね。モンタージュってあれですよね、3億円事件。3億円事件、さてなるみさんは覚えていますでしょうか。はい、3億円事件奪われたお金はいくらですか。覚え方があるんですよこれ。うん、被害者がいない事件なので2億9400万みたいな感じでしたね、うん、それはなぜなんか語呂合わせでさ憎しみのない強盗ですね。あ、そうだ、憎しみのない強盗、うんうん、皆さんぜひ覚えててくださいね。そんな使える知識じゃないよそんなの2月5日トールさん、やはり聞いているポッドキャストからの紹介が聞くきっかけになるんだなと、当たり前の結果っつって、これ自分で図解したんですかね。本当だ、すごいイラストを描いて図解してるね、系統図を。トールさんはツイッターでたまたまどんぐりを知り、うん、どんぐり経由でゆとたわとやいやいラジオを知り、でゆとたわからまたいろいろ分かれてって、うん、いろんな番組聞いてるみたいですね。いやでもなんかおすすめしたポッドキャストを聞いてもらうのも嬉しいし、どんどん紹介していきたいですね、うん、まあドヤ顔ポイント観点としては、うんうん、僕たちが一番最初にいますけどねそうですね、いっぱい紹介していきましょうこれからも。そうですね、このねちょっと食物連鎖の上の方に君臨したいですね。食わねえ食わねえ連鎖してない。まあでもあれか、僕たちリビルド聞いて始めてリビルドの宮川さんゲストに出てくれたらこう、そうそうそう連鎖するのかな。うんうんうん、2月5日、グレイソンさん、いつもつぶやいてますが、島田彩さんのノートが好きって、これが僕が激推し、もうむちゃくちゃ推した回ですね、島田さんの。してましたね。あ、俺読んでないから読んでみますよ。お、タイムリープ、うん、タイムリープ。いや、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひぜひ、はい。いやいやいや、いっぱいね、ツイートしてくださって嬉しい限りですね。2月2日、イタヤさん。どんぐりFMで聞いたことが仕事に役立つという珍しい体験をしましたというツイートしてますね。なんだろうねこれね、あんのか、俺かな、警察の方でお前3億盗んだだろう、違う、憎しみのない強盗2億9000ってやったのかな。まだあれ捜査中だったんだ。そっか、なんだろうね、なんだろうね。2月4日、小野さん、
個人的おすすめは古典ラジオ。こういう人たちになりたかったなと思う。ゆるい笑いならどんぐり FM。 たくさんありすぎてそれぐらいしか聞いてないっていうのもあるけど、はい、とても嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これは検索してほしいんですけど、うん、あの皆さんここ、今日他のは特に覚えなくていいです。今日ここテストに出ます、うん、日本四大ポッドキャストというのがありましてえで、そうなの、してんの、はい、いいの、はいはい、そうそう。で、あの通称コリドンニュースっていうんですよ。何何コリドンニュースっていうの。そう、はい、でそれは何かというと、ポッドキャストって結構いろいろあるんですけど、うん、アマチュアがやっていると言いますか、伊集院光のとかなんかそういうのサンドイッチマンとか入れちゃうとちょっとわけわかんなくなるので、あのアマチュア素人というか、うん、プロじゃない人たちがやってるポッドキャストの中の4つで、ポッドキャストには4種類のカテゴリーがあると言われてて、知識系、ガジェット系、雑談系、ニュース系、うん、この4つなんですね、はい、でそれぞれで知識系は古典ラジオ、うん、でテック系はリビルド、うん、で雑談はドングリ FM。 そこに入るんだ。 で、うん、でニュース系はバイリンガルニュース、うんうん、でこの4つを頭文字を取ってコリドンニュースすごいね、はい、呼ばれていて、自らを引き上げてるんですごい。いやいやいや、強引に。なんかそうやってね、最近呼ばれてるらしいですよ。日本の四大ポッドキャストって言って。で、電波区みたいじゃないですか、なんかもう。ねえ、いやいや。全く規模が違うのに、並び立つ。違う違う。ね、僕たちからしたらそうなんですけど、うん、なんかね。あ、そういうふうに言ってるくださる方がいるんですか。あ、そうそう。海外の記事かなんかどっかで、いくつか書かれてて。コリドンニュースで検索すればいいの。そうそう。カタカナでコリドンニュースで検索してみてください。結構あの、いくつかいろんなところで言われてるんですちょっと待って。一番上出るのが、日本の四大ポッドキャストのコリドンニュースって何っていう。あ、ほらほら、やっぱそれかも。トレンドブログみたいなタイトルの記事なんですけど。はいはい。筆者がナツメグってやつなんですよ。あ、はい。誰だろう。はいはい。へえ。これは悪質ですね。海外のとある記事によると、ポッドキャストには大きく4つのカテゴリー。はいはい。あ、ほらほらほら、やっぱり知識テック。ガジェットじゃない、テックか。で、雑談ニュース。あー、コリドンニュースって呼ばれております。だから皆さんもね、あの今これを聞いてる方々も、あのポッドキャストって何ってもしね、うん、ちょっとわちゃわちゃ最近ねクラブハウスとかもいろいろあったので、ポッドキャストって話になったら、あ、知ってるっつって、あの4大ポッドキャスト知ってるって、コリドンニュースって言うんだけど、これは怒られるぞよ。これはもう古典ラジオ、リビルド、ドングリヘム、バイリガルニュース、これが日本4大ポッドキャストです。バイリガルニュースはニュースだけしか入ってないってなんいやいやいや、コリドンニュースってこれ、まあ、当然他にこんなワードで書いてるも何もないから1位になるわ。あ、そうなんですかね。あ、本当だ。俺どこが誰が書いてるか分かんないですけどね。なんかセブンにいるジャーナリストの方みたいですね。海外のね。でね、はい。いやいやいや、いっぱいのね、こうやってツイートしてくれるのは本当に あの可能であれば全部返したいなってぐらい嬉しいので。嬉しいですね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。すべてに目を通しておりますので、また何かね、うん、ツイートしていただければ嬉しいですね。いや、皆さんいつも聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。コリドンニュースはひどいだろうこれなんで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 ひどくないよ。仕込み度合いがひどいのなんか4台らしいですよ。4台なんか4つのカテゴリーがあって。